はいそれでは始めます皆さんこんにちはレックスエニコシの唐沢と申しますただいまより登録販売者過去問解説講座第1回目ですねユニット1の方を始めてまいりますはい過去問解説講座ということでですねまあ冊子の方ですねまあ5回分600問ですねこれで知識をどん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 枝葉の部分も入れていくと いいうようよな作業をしてまいりまりす、まあ、前提としてですねこれどん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 こう1回120問を2時間半で一気に解説していくのでかなりねピッチとしてはすごく速いということでやっぱり前提としてはですね前提としてはあのー、基礎講座の方ですね合格講座の方でですね学習をしていただいた、まあ、この図解の画面集ですねまずしましょうかこの画面集の方でですね 学習を積んでいただくそれであとは基本テキストの方でですね一通りのインプットの方をですね終えられておいてからですねこの解説講座の方に是非臨んでいただきたいというふうに考えています。こちらの基本テキストそれから画面集の方でですねいわゆる木の根っこ基礎と応用というようなところからいきますといわゆる根っ基礎と応用というようなところからきますといわゆる この基礎講座のところでやってきたのはまあ、中心としては根っこの部分幹の部分だったわけですねえこれを過去問を入れてここがやっぱりしっかりしていないとですね上がグラグラしていきますからあこの基盤をしっかり作っていただいた上でですねえこの土台に基づいてえ仕様末節の方をこの上に乗っけていくという作業ですねこの上に乗っけていく作業を中心にやっていくのがですねえこの過去問解説講座というものですね はいで、えー、開いていただきますとお、まあ、基礎講座の方でも、まあ、同じようにやったわけなんですけれども一瞬にしてですね、まあ、答えがわかるようになっている赤い選択肢っていうのは×なんですね、えー、赤い選択肢は×とで答えももう分かってると、えー、こういう前提でじゃあ赤いこの選択肢に関してはじゃあどこをどう直したら正しい、まあ、文章になるのかと。 いいうこととを逐一一個一個個確認していくと赤い選択肢についてどこをどう直したら正しいのかということを逐一確認していくということですねで黒い部分というのはですねその他赤くない部分その他の部分というのは正しい選択肢なのでこれはこのままきあの覚えていくという作業ですねこれをしていただくと。 要はこの過去問を通じて枝葉の部分を覚えていくインプットです問題ですけれどもインプット教材としてですねこちらの方をご利用をいただきたいということですねで解説の方はですねこちらのパソコンの方で打ちましょうか例えば問題の1番ですね問題の1番ですね第1回目の1番ですよ 1> 第1回目の1番に関しては B と D が誤りということになりましてその根拠というかですねここがこ間違っているよということが解説をしてあるということになります。A と C は正しいのでこの際、まあ、飛ばすのではなくてですねこのまま正しい知識としてインプット教材として覚えていただきたいということになります。 でこのね解説コメントを見てですねこれ逐一全部メモをする必要はないですけれどもちょっとこの問題を見ていてですねああそうだ気,気がついたこれは知らなかったみたいなですね知識があったらですねこちらの冊子の方にですねこちらの冊子のこういう解説の余白のほうに、ね、問題の余白の方にねどんどんメモをしていくということですねできるだけ情報というのは1個に集まっていた方がいい。 できるだけ情報っていうのは一元化しておいた方がいいからここで気が付いたことはですね解説コメントを見て気が付いたことはできるだけ書き込んでですねこれだけを見てもう何度も何度もこれを何度も回してですねインプット教材として完成しているようにしていくというふうにですね使っていただければというふうに思います。はい それではではすね、えー、問題の1番の方から見ていくと B と D が間違いで B の間違いの根拠というのは結論の部分ですよね、えー、これは効果効能効果や副作用について誤解や認識不足を生じることはないと、えー、誤解や認識不足っていうのはありえないんですよということを言っているけれどもこれがまあ根本的に間違いと。 ということですね添付文書を見ただけでは誤解してしまうことがあるだからこそ専門家薬剤師とか登録販売者がきちっと説明することが大事なんですよね。B はこれは結論ですよねことはないと言ってますけれどもことがあるから間違いだからこそ私たちのような専門家が必要になるよということですね。はいそして D のところですね。 これはですね被害発生の可能性がある場合だけですね異物混入があってはならないとなってますけれどもいや,いやそんなこと関係ないと被害が発生しようがしまいが関わらず異物の混入はあっちゃいけないんだということですね。<laughs> B ととが各々間違っているといいるうことにななりますすででは <laughs> 問題の2番ですねあごめんなさい あのでこの黄色の部分ですねこの部分っていうのは手引き、えー、試験問題作成の手引きですね合格基本テキストの該当ページ1ページ目以降にですね、えー、この知識は載っているよということです。<laughs> はい続いて問題の2番、えー、というところですね、えー、C が誤っていますけれどもおこれは GVPGVP とありますけれども正しくは GLPGL。GL P があ正しいよとえうことで、えー C、のほかですね A のところはですね、えー、この際絶対にあの押さえていただきたいということで GCP ですね、えー、A の部分問題2番の A ですね、えー、人を対象とした臨床試験における効果の安全性の評価基準として国際的にグッドクリニカルプラクティスグッドクリニカルプ,リプラクティスと。 ということで C、クリニカル C のところですね、臨床試験というのと、クリニカルというのですね、セットで押さえておいてください。はいでは、問題の3番ですね、<laughs> 問題の3番、<laughs> これはあ食品とですね、えー、医薬品と安全性や効果を担保するデータが、これ、同等と言ってますけれども、同等なわけがないということで、違いますと、同等ではありませんと。 いうことで間違いですよということですね食品と医薬品と比べて医薬品の方がよっぽどですねこれは安全性を確保するために厳しいチェックを受けるわけです医薬品の方がずっと厳しいチェックを受けるわけ医薬品は毒ですからねまあ言ってみれば毒ですからねなので安全性や効果を担保するデータというものもこれは医薬品と食品が同じわけがないということですねは間違いということです はい続いて問題の4番ですね問題の4番ですねはい B と D が間違いということで,ですねアレルギーには体質的遺伝的要素があるよということで間違いということですで D ですね、えー、これはあ抵抗力が低下している場合にはアレルギーを発生してしまうことがありますよとないと言ってますけどありますよということで、えー、4番は B と D が間違いということです え続いて、えー、5番ですねえこの C ですねえこれはもう絶対に根本的にねもう根本的に抑えなきゃいけないというかあの試験でも大事だしえ登録販売者としてですね活躍するといった時もですねこれは絶対に抑えとかなきゃいけないということで非常に大事な部分が正反対に問題書かれているということですね。いいですか一般用医薬品を使用する際に関してはですね、まあ、何よりもその薬によって重大な副作用があると。 その重大な副作用を回避すること回避することがですね、まあ、薬を使わないことの、ね、不利益よりも優先なんだということですね薬によってものすごい大きい副作用が起きてしまうこれ,を回避するとこれを回避するということがですね、何よりも大事ということでちょっとねあの一般用の薬の控え,る控えることによって少し症状が緩和できないということよりもですね、副作用によって死んでしまうと。 これを避ける方がよっぽど大事だということですね。これ根本的にねこの C ですねこれは絶対に押さえなきゃいけない知識ということになります。C は間違っているということですね。この結論が反対になっているはい、続いて6番ですね。一般用医薬品はをを繰りり返した場合にですすすね臓器障害を発生することがありますだから A は発生しないと言っているから×と。発生します。発生するから×ということですね。 で、B のところですねやはり副作用が発生する危険がないとかですねそんな選択肢は基本は罰ですね危険性はあるから罰だということです。いいですか。です。問題としまか、あ、テクニックとしてねあの、まあ、一個一個ちゃんと教科書に書いてある知識で解いていくということがまあ基本なんですけれどもねただもう問題の中にねあのちょっとどうだったっけってなった時も。 あの医薬品は絶対に副作用がないとかですねあのちょっとなんか効かなければ1年も2年もずっと飲みなさいみたいなねあのそんなわけないだろうっていう選択肢があるんですねあの副作用っていうのは起こりえませんとかねあのいいですか医薬品っていうのはそもそもお人体にとって異物ですよね外来物ですよねで全ての効果っていうのは、えー、解明されているわけじゃないんだと。なのにもかかわらずですね危険はないからずっと飲んでくださいみたいな。 えそんなことを書いてる選択肢はもうそれだけでね、えー、罰の疑いをかけると危険は絶対ありませんみたいな、えー、そんな選択肢があとはねずーっと飲んで構いませんみたいな、えー、そういう選択肢が出たらですね、えー、ま,あまずは教科書の知識できちんと解くんですけれどもちょっと忘れちゃったのはどうだったかなとなったらそういうね、えー、危ないことを言ってる選択肢は罰の危険が高いということでご理解をいただければと思います。はいえー、ではいでで7番ですね はい、えー、代謝機能低下しているとありますがあ高まっているから間違いということですねアルコールを摂取するものではですね、代謝機能高まっているということで間違いということですね。あと C と D ですね C と D、えー、生じることはないとかねほら出ましたね影響は与えないとかねあのそんなことはない生じることもあるいいですか影響が与えられることもあるということで CD 間違いということです。はい。 続いて問題の8番ですかね,問題の8番ですかねはい、えー、小2の定義ということで12歳ではなく15歳未満ということですね。で、えー、C の方は結論ですね起こしにくいとありますが起こしやすい、えー、起こしやすい結論が誤りということです。はい、問題の9番ですね入、えー、児向けの用法要領が設定されている一般用医薬品と。 いうことなんですけれども、これは小さい子にですね、まあ赤ちゃんに使っていいかな、悪いかなっていうことが見極めにくいのです。いいですか？見極めにくい。だから、お医者さん、お医者さんによる診療っていうのがまず、お医者さんに相談して、お医者さんにあの診療していただくことということが優先ですよということですね。自己判断で一般用医薬品の方を優先するみたいなそういうことではないです。 見極めにくいからお医者さんにきちんと意見を聞くということが大事ですよということです。結結論論が正反対9番は結論正反反対対番はということですね。はい問題の10番ですね高齢者の問題ということでこれは個人差は大きいです個人差は大きい小さいではなく大きいだからリスクの程度判断難しいということで C はもう全然違うということです。はい D ですね65歳以上ということで間違いと。 いうことですはい11番ですねデーが間違いということですけれどもこれは解明されているとありますけれども解明されていないことが多いんです未解明のことも多いということでデーのところは間違いということですねはいそれでは続いて問題の12番ですね はい、えー、B と C が間違いということですけれどもはい、えー、B ですねまず医療機関薬局で交付された薬剤を使用している人については登録販売者において、えー、一般用薬品との併用の可否を判断することが義務付けられていると。 といいいうこでですね、えー、いいですねかあのお医者さんで、えー、これはあ処方されたです、ね、お薬使っているということについてです、ね、これを使い続けたらいいよとかです、ね、お医者さんの,あの出したものはやめなさいとかです、ねえー、あとは併用していいよとかです、ね、そういう判断をですね、えー、登録販売者がしてしまうということはそれはできないですね、えー、そんな判断は難しい。やっぱりお医者ささんの方にやっぱり相談をしてくださいと といいいううこここでで登録販売者においてのの B のよなな義務はねこれはないですむしろこれはお医者さんに誘導して本当に使っていいかどうかお医者さんに確認してくださいというのが正しいのであってですね B のような義務づけというのはないということですね。はいそして C ですね過去に医療機関で治療を受けていたという場合ですねこれは適切に情報提供をされてですね 適切な判断がされるようですね、そういうふうに仕向けていくということが重要ですよと。現在治療を受けていないからといってですね、情報提供が不要となるわけではないということですね。特にね、過去に医療機関でお医者さん治療を受けていたということであればですね、一般用医薬品の使用についてですね、特に注意していく必要はあるということですね。C はあ間違いですよということですね。 だってあれでしょう C のようにえ過去の医療機関あ過去にですね、えー、お医者さんにかかっていなかった人であったとしても、ね、過去にお医者さんにかかっていなかった人であってもですよ、あのー、きちんと情報提供を受けることが必要なんだから過去にお医者さんにかかった人はなおさら、あのー、きちんと情報提供必要ですよね。いいですか 医療機関にに過去に治療ななってない人治療してもらってない人ですらきちんと情報提供が必要なんだから1回でもお医者さんにかかったことある人はなおさらきちんと情報提供を受ける必要があるでしょうということで C は明らかにおかしいということですね。明確に文章とししててて覚えてなくても明らかかにこれおかしいだろうということに気がつけるというものです、はい、続いて13番プラセボ効果に関する問題ですよね。 はい、えー、これは望ましいものばかりとではないと望,望ましいもののみですよとはありますけれども望ましいものばかりではないだからそれを目的に使用するというべきではないということですね、まあ、2箇所間違っていると望ましいものばかりではない、えー、それを目的に使用されるべきではないということですねはい、えー、そして「D」のとこですね、えー、客観的な効果として、えー、現れることもありますよということです14番ですね えこの表示期限ですねこれ非常によく出ますねこれ非常によく出ますね絶対押さえましょう使用期限というのは未開封状態未開封状態ですね未開封状態で、えー、保管した場合に品質が保持される期限ですよということですね使用期限ということはいまあその他ですよごめんなさいあのー、特に読み上げていませんけれども正しい選択肢はそのまま覚えていくんですよ正しい選択肢はそのまま覚えていくということですね はい、15番ですね、A が間違いということで一般お医薬品を継続的に使用するのではなくてですね、お医者さんの診療も受ける必要がありますよということですね、あんまり効かないなというときにです、ね、あんまり効かないなとお薬効かないな、どんどん飲もう、どんどん飲もうということで1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月とですね、これは症状が改善しないにもかかわらずですね、飲み続けると。 いうのはちょっとそもそも飲むことが間違っている可能性がありますので、えー、一回ですねお医者さんの診療を受けに行ってくださいということです。いいですねこうやってねこういう A もですねもうなんか常識的判断として A が間違いというのは分かっていきたいというところですねもう効かないにもかかわらずですねもう意地になってですね、えー、3ヶ月4ヶ月ずっと飲んでるというようなことはですねやめた方がいいと。 いうことですね、ずっと飲み続けるというのはあんまり効かないようであればですね一回やめてお医者さんに行ってみるということですねはいそれではですねえっ、ー、と16番ですかね16番ですかねはい16番はいえと B が間違いということで必要がないよということは言ってますけれども必要はあると。 コミュニケーションが難しいような場合であったとしてもですねこれはあの情報提供っていうのはですねしなきゃいけないんだということですね。はい B ですねこれは購入者からですね使用状況に関わる情報を引き出してできるだけ可能な情報提供を行っていくそういうコミュニケーション技術を身につけるべきであるこれ否定できる人いませんよねあの、まあ、当然これが正しい知識ということでですね あのできるだけこう人の命に関わること人の健康に関わることなんですからできるだけですね適切なコミュニケーションを引き出してですねどういう状況にあるかということを引き出して可能な情報提供を行っていくということが大事だよということでこれに対して B の選択肢は×なんですけれどもですね あのあんまり情報提供は必要なくてですねあの後でね説明書を読んでおいていただければいいですからとか言ってですねせっかく専門家がいるのにですねもういいよいいよ後で読んどけはいいよみたいなねそんな態度を取っちゃダメですよということです B は全然違うということですねはい17番ですね A と D が間違いということで起こり得ないとありますけどこれは十分注意してもリスクは発生するということで A は間違いと。 でですねこれは発生したことはないとありますけどいやありますよとサリドマイドのような事件が起きたことはありますよということで薬害事件は一般用として販売されていたものでもですね薬害事件発生したことはあるよということですね。はい18番ですね薬害サリドマイドに関する問題ということですが結論の部分ですね「避けることができるとありますけど避けられない」と。 いいいううこことととでで結論が間違いということですねでサリドマイドですね、えー、すぐに販売停止措置,の措置がと販売停止の措置が取られなかったから問題になったんですね、えー、すぐに対応を国がしてくれなかっただからこそ大きな事件として、えー、取り上げられるようになったということで例、えー、のところは間違いということですはい19番ですね19番これは知識補充型と。 ということでこの通りですね、えー、正しい文章として答えの通り覚えていただきたいと、えー、これは知識補充空欄穴埋めということでこの19番のままですね、えー、押さえていただきたいということですはい、えー、問題の20番ですね、えー、CJD ですねクロイツフェルトやヤコブ病の問題ですけれども C と D が間違いということでまず C ですね、えー、これは まずそもそもこの C というのがですね CJD の症状に関する記載ですけれどもこれは主語が違っているよと主語が違っているよということですね質問が正しいよということですあとは CJD の原因ということですが細菌ではなくタンパク質ですタンパク質の一種ということで間違いと C と D が間違いということですねはいそれでは21番からですねお薬の話に入っていきますが風邪薬と えいうことで、この21万非常にね、非常に基本問題というか、あの絶対落としていただきたくない、絶対通りたいなという問題です。まず B ですけれどもね、えー、細菌とウイルスの記載が逆にな逆転していますね。はい、風邪の原因約8割というのは、えー、これはウイルスウイルスが原因となりますよということですね。メインとしてはウイルスですよということですね。 えー、そして C ですねこれも絶対抑えたいと絶対間違いということで気が付きたいということで風邪薬はウイルスの増殖を抑えたり、えー、ウイルスを体内から除去とありますけれどもおウイルスを抑えるとかあ除去するとかあのそういうことじゃないんですよと。おこんな、ね、特効薬みたいなものができたらねノー,ベル平和賞ノーベル賞文ですよねあのこれ飲んだらですねウイルスが死んでくれるとかね除去できるとか、えー、そんなのはあのではないんです。 あくまでも風邪薬は症状がきつい痛い熱いって言ったの,のの症状を少し柔らかくしてあげる緩和してあげる対症療法ですね、えー、これの薬なんだよということで、えー、抑えるとか除去するとかね、えー、そういったもんじゃないよということですねはい、えー、続いて B ですねこれも絶対ね、えー、これも絶対抑えたいということでアドレナリンときたらねアドレナリン作動というふうにきたら これは母ゼゼ言うと戦いモードでですね母ゼゼ言うということで気管ををを拡張ししして呼呼吸吸ややすくすすすすすくくるるわわけけででよねねこれによって咳を沈めていくと咳を沈めていくということで22番の B ですねアドレナリン作動成分に関しては痰のキレを良くするということではなくてですねアドレナリン作動成分というのは気管支これを拡張によって呼吸を楽にして咳を沈めていくと いうことでですね B は単の綺麗じゃないよということですね B は間違いということです <laughs> 問題の二十三番ですね ACD ですかね ACD が間違いということでまず A は結論用いられないではなくて用いられますということで結論が間違いということで,ですね科学的に合成された下熱鎮痛成分というものはおかんとか下熱時の発熱のほか頭痛関節に用いられると こういうことなんですけれどもまあ、筋肉痛等に関してもですね用いられることがあるよということですはいではアスピリン全息ということで C ですねこれも結論生じないとありますが生じうるということですね全息というのは生じうるということで C が間違いということですねあとイブプロフェンの D ですね D ですね えー、これは防御機能を上昇とありますけれども防御機能を低下させてしまうということで、えー、D が間違いということですねはい、えー、続いてですね24番ですかね、えー、アスピリンはもっぱら小児の解熱を目的とするという A ですが小児用ではありませんアスピリンというのは結構強いのでね作用が強いので小児用にはないということですねはいあと B ですね、えー、これは えー、イソプロビルアンチピリンということについては、えー、高炎症、解熱とと鎮痛作用いいいうのが比較的強い比較較的的強強んですただ抗炎症作用があ弱いということでまあ強い弱いという記載ですね強い弱いという記載がこれ間違ってますよ反対になってますよということで間違いということですね。はい、こうやって見てみるとね問題って結構はっきりしてますよね。 もう,結論がもう正反対のことを書いてあるみたいな問題が素直な問題がね多いですのであくまでもやっぱり基本を押さえていけば問題は解けていくということですはい25番ですねはい25番はまず C のところですね超投稿ということの説明をしてますけどそうじゃないよこれは三層人の説明だから間違っているよ主語が間違っているよということですねそういう問題です はい D のところですね結論、えー、避ける必要はない避ける必要がある避ける必要があるということが正しい,い,いですかまあねあの25番の D ですよ飲酒を避ける必要はないってねあの普通あの薬を飲むって言った時にですねお酒と一緒に飲んだ方がいいですよっていうのは基本ないと思ってください特段 あのお酒はね。基本は避けた方がいいと、私もお酒好きですけれども、あのね。それ薬飲むときはこれ避けようよということですね。あの避ける必要はあるということですね。はい、えー26番ですね。26番ですね。c が誤りということで、眠気防止薬ということですけれども、眠気を防止するんです。眠気を防止するんです。スカッとするんです。眠気が収まると。 いうことで、えー、これは主にカフェインですよねカフェインでしたよねいいですか、えー、C ではあチアミン塩化物など書いてありますけどチアミン等は倦怠感を和らげるだるいっていうね倦怠感を和らげる補助成分ということでねあくまでも眠気を防ぐと言ったらカフェインがメインですカフェインですねカフェインということですね眠気を防ぐカフェインということですね はいえ続いて27番ですね27番ですね、えー、これはあ1が正しいということで1個だけ正しいのを選んで27番ですね、えー、乗り物よい防止薬に関する、ね、1個だけ正しいのを選んでということで1番正しいということで234が ×234 が×ということですねはい、えー、2番ですね、えー、これは作用が早い、えー、そして持続時間は短いとありますけど各々おおが違っていると。 早く短いというのがね正しくは遅く長い正しくは遅く長いということですねめくりン塩酸塩ということでこれナメクジのイメージですねナメクジのイメージですねナメクジ歩くの遅いなぁと、遅いなぁしかし長い列ができるなぁということですね2番ナメクジのイメージですねはい、えー、続いて3番ですね3番 <laughs> これは不安緊張を和らげるものとしてはですね、えー、これはブロムバレリル尿素など などがあってですねこれは主語が違っているよ主語が違っているよと3番冒頭が違っているよということですね一方足の4もですね足も4もここはあの4に関してはブロモバレル尿素ではなくてですね局所麻酔といったら局所麻酔といったらア網の安息鉱酸エチルということですね局所麻酔に関してはア網の安息鉱酸エチルということになります。 え続いてですね番番ですか、ね、28番ですすかかねね、えー、やはりこれも主語違うよということで「強、えー、人ではなくてですね「謝前相が正しいよということで、えー、主語が間違いということになります。はい、えー、C に関してはですね、えー、これは作用として「侵害作用」とありますけれども「侵害ではないよ」「単をさらせるよ」ということで「巨単」が正しいということですね「侵害ではなく巨単だよ」と。 ということですね C は間違いということになりますはい29番に関してはですねこれは2番記載の通り正しいということですね29番の問題は賃外巨大薬に配合される成分のうち塩髄の中枢機能に作用することを目的とする非麻薬性賃外成分ということですね非麻薬性鎮害成分ということですねノスカピンが典型例としてありますよと はい29番のこれ問題文の「非麻薬性」とありますけどこれ麻薬性だったとしたら麻薬性だったとしたらコデインさんたちが入りますよねコデイン類インリンさんたちが入ってくるということになります。非麻薬性なのでこれは29番は縦2番と29番の答えは2番ノスカピンということになります。はい、えー、問題の30ですかね。 はい、えー、っと口腔内口の中のですね陰講薬口腔陰講薬と,いうとかうがい薬うがい薬これに関して、えー、使用上の注意ということに関する問題ですよね。はいまず A、えー、トローチやドロップに関する問題ですけれどもトローチやドロップに関する問題ですけどこれは噛まずにゆっくり溶かすように使用してくださいね噛まずにゆっくり溶かすように使用してくださいねということで噛み砕いてすぐに飲み込むではないですよ。 ままずにににゆっくくりり溶かすすすようう使用しててださいいい続いとととここなは続 C のろですね、はい、濃度に関する問題ですけれども濃度は濃い方がいいとうがいするときにですね濃度は濃い方がいいということはありますけれどもそうではなくてですね濃度は濃すぎても薄すぎてもダメですよどっちでも濃すぎても薄すぎても十分な効果が得られないよということですね濃ければ濃ければ濃いほどいいというようなことではないよと。 いうことで、えー、これは三十番 C のところは間違ってくるということですねはいでは一旦ですねブレイクの方に入ります